ま感心しまして、まあ、街中歩いていてもなんかどっから来たのとか観光客慣れしてる部分もあると思うんですけど、気軽に話ができる空気感っていうのがあって、そこは日本にはなかなかないのかな、知らない人には声かけるなとかです。そういう空気がちょっとあるのかなっていう部分もあるし、当事者の方もなかなかこう知らない人に声をかけて会場を求めたりとか、そういうことはできにくいような空気があるのかなっていう部分は僕の実感としても感じているので、まあ、それを、まあ、今回モニターツアーでそう感じたことで、またそれを持ち帰ってもっと、まあ、障害者の方もオープンにいろんな人にお願いをしたりとかで、周りの人たちもちゃんとこう、なんていうんですか、コミュニケーションを取っていけるようにすれば、もっとなんか選択肢が広がったりできることが、別にその設備的な部分が不十分であっても結局は使徒なのかなというふうに感じてましたので、そこのところを私自身も心がけてもうちょっと活動していければなというふうに思って